格安禁止待ち店、店舗の一例。株式会社、格安は、種類、小売チェーンストアを運営する日本の企業である。本社は、東京都北区豊島に置く。店頭販売だけでなく、住宅や飲食店への配送を行うことを特徴と、する。1921年に創業した格安支店が、1982年に、株式会社化した。種類、 食品等の販売を行っており、東京都、神奈川県、大阪府に店舗網を展開している。種類需要のピークアウト、主犯免許の規制緩和を受けて、三代目社長である佐藤純一が2000年から安売り競争から宅配へと戦略を転換し、成長した。配達範囲を各店から半径1 2トルとしたのは1 0トルと、すると、 東京都北区にある基幹店から見込み客が多い豊島ま5丁目団地の一部が県外となってしまうことから決めた。結果的に 1.0km では必要店舗数が多すぎ 1.5km では移動距離が長くなりすぎるため適正な範囲設定になったという。2020年5月に福岡県の業務用主販店である産農株式会社を子会社化している。 さらに、2020年10月1日に持ち株会社制栄移行。株式会社、格安は株式会社格安グループへ称号を変更され、事業は同日付で新設分割で設立した株式会社格安が継承した。東京都23区全域。武蔵野市、三鷹市、神奈川県横浜市、川崎市。 埼玉市、大阪府等の店舗配達地域では1本から無料配送している。各店舗、DS、SS からの配達は、軽自動車とリアカーが基本とする。センターからは2トン平ラトラックが主であり、箱車は少ない。最近では、ホームページやアマゾンジャパン、楽天デリバリーでのオンライン注文等では、送料無料となっている。子会社格安グループに関するカテゴリー。 ありがとうございます。